高木流には三つの系統がある。高木馬行タスクくしの子である、高木玄之進永住が継承し、茎神奈の傍術を取り入れた系統。高木流柔術と茎神奈傍術、半忙術を中心に、高木流剣術も含む、本帝用新公木流、高木用新流とも言う。以下に記す。茎神奈と合流する以前の高木流の長らぶ記述の、 系譜を引く高木流創術。初期の高木流の内容を受け継ぐ、高木流大術。このうち現存しているのは一のみである。高木流とは、日本の伝統武術の流派の一つ。正式名称は、本邸養神高木流である。高木織、江門重俊を師祖とするが、実際にはその弟子である、高木馬行タスク重貞が開いたとされる。高木流の特徴は、 当て身の一撃により敵の戦意を襲ぐことにある。本帝洋神公牧流、高木洋神流とも言う。竜祖は、高木馬行き佑茂さだとされ、高木より、江門重とに指示し、高木流体術、小立ち、宝術、僧術等の武芸を学んだという。また、高木馬行タス佑は、相撲のもである角帝に優れていた。あとに、 竹内流三代目の竹内久義と御前試合をして、敗北、自らの満身を悟って、竹内久義に入門し、竹内流を学んだ。やがて、高木織衛門から学んだ大術に、自身の経験や竹内流を加味し、本邸養心公木流を編み出した。久喜感な創始者とされる大国鬼兵が、高木玄之進の後を継ぎ、第二代となったため、傍術。 半暴術部分は旧期新流であるが、実質的には、高木流と一体の内容になっていった。大国鬼兵は、赤黄藩に仕えたため、江戸時代後期まで赤黄藩で伝承された。その間、岩永正光が、高木流を修行して、佐賀藩で、新月無双流流を開き、土佐藩の高木流宗術家である、清水全平が、赤黄で、高木流柔術を修行して、土佐藩に伝えた。 幕末に至り、第十三代の八木イ五郎が、晩舎の極に連座して、赤子藩を追放され、赤子城下に住んだため、赤子藩でも広まり、八木イ五郎の弟子のうち藤田東五郎の系統は、藤田伝い、石ヶ谷武代の系統は、石ヶ谷伝いとして伝えられた。また、赤子では、黒田力松元行が十三代となり、交ずつする、黒田道場に伝わっている。明治時代に、 石ヶ谷武史芝いは、神戸、姫路だけでなく、岡山県まで道場を開き、流儀を広めた。石ヶ谷武史芝いより流儀を継承し、第16代宗家となった、角野弥平太は、兵庫県神戸市に、道場、たけし館を開き、順次第1代3たけし館を設けた。第16代の角野弥平太が、戦闘一心流の、 第11代宗家も継承し、第17代を継承した筒井智太郎は、新編次元流以外の改伝も得たため、以降の高木流宗家は、戦闘一新流と、新編次元流も伝承している。各野や平太の皇帝で、筒井智太郎の兄弟子にあたる宮木三郎は、不問用新流を開いた。神戸に伝わった系統である石ヶ谷伝いは、2012年に、 第19代宗家を継承した、楠原厚生十兵が、神戸市長田区で指導しており、公式サイトでは、蒸気以外にも小立ち術、宗術、薙刀術、手裏剣術も含む総合武術と称している。また、赤尾市には17代目となる、黒田久雄の黒田道場に、高木流柔術保存会があり、稽古を行っている。洋武士館では、戦前から防具をつけて肘打ち、 手形なうち、蹴りを直接通ってる稽古をしている。ありがとうございます。